新平家物語第360回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城治彦です。 雪家は去年中諸州を駆けずり回っていたがやがて頼朝も鎌倉の神父に入り諸省の論考交渉も行われ町や武家屋敷なども立ち並び素晴らしい繁盛ぶりであると聞き久しぶり鎌倉殿を訪ねていったものであるそのことは彼に大きな失望を与えた頼朝はすでに昨日の頼朝ではない 蛭ヶ島の廃所で対面した時とはあまりにも人間までが違ったような鎌倉殿にあったのだいや拝謁を賜ったというべきである神下が主君を拝するような方のごとき儀礼を雪家も余儀なくされたそばには北条時政義時 千葉岡崎土肥土屋天野佐々木などの直進がきらぼしといながれていてかりそめなおじおい話も許されないむっとした何か不満に耐えないが胸をなだめて再び見たび幸家は頼朝を訪ねたそのうちたった一度二人だけで話せる機会に恵まれた「今日は」と幸家はまず自分から打ち解けてこう言ってみた 実はのこの身にはまだ定まる許漢もないどこぞ一族どもに便宜な地を賜りたいがいやそのことは頼朝も考えておらぬではなかった侍どころの別当へ申し入れ地割り図を見ておきに行ったところへご不信あるがよい頼朝の言葉を雪家は侵害とした明らかに不平が顔してまた言った仰せではござるが この雪家にも武者並みの屋敷に俺との御意であろうか雪家が欲しいのは所領じゃがの。所領されば雪家には一族や家人も多うござる。それらの者のを熊野から呼び寄せ、巨漢を持つには領土もいる。あいにくと坂東者でない雪家には東国に所領がない。それゆえお願い申したのじゃ。 UFO も押し強いが、それをクックックと喉のあたりで笑った頼朝も、このおじい以上人の腹を先回りして読むものだった。何かと思えば、はや分け前のおねだりか。頼朝さえまだ頼朝の所領は持たぬ。 東北武者の持つ所領はいずれも彼らが祖先の地、もし立って急に所領がお望みなれば、なお天下至る所は平家の領国ゆえ、いずこなりとも気ままにせめて切り取りになさるがよい。決して喧嘩別れではないが、雪家は内心奮然として鎌倉を離れた、そして街道の蒲氷にしばらく言いた。 鎌郡は古くは鎌形の将といい熊の新寮であった。自然神宮家との救援もある。以後ここを新宮行家の居城地と定める。鎌倉殿とも談合の上ぞと彼はたちまち強盗を借り集めて言いふらした。所領が欲しくば平家の所領を自分の力で攻め取るがいい。 よりともが入ったその一言を、雪家は悔しくて忘れようにも忘れえない。きっとよろしゅうおざるか。雪家が雪家の力で攻め取る分には、後日のための現地とすべく、雪家もまた意地悪く念を押したものである。よいとも、お気のままに、よりともは重ねていった。それを握って別れたのである。 だから彼が蒲氷に居城を築いても、鎌倉から苦情はなかった。ないばかりでなく、頼朝は駿河の安田三郎を義貞に命じて、その土木や不信を合力させた。また、巨漢ができると、落成祝いにと、老米数百票、馬二十頭、布百匹を送ってよこした。へ <laughs> へさすが後では悔いたな。雪家はうぬぼれた。 自分の立腹を頼朝も,も恐れたものと考えたのだ。もうその頃彼は一秘策をめぐらして、都の八条宮で傍観を務めている京の君、義縁と頻繁に書状のやり取りをしていた。まもなく義縁は日頃の同志や大和あたりの地侍を語らって、手兵五百機ほどを引き連れ、蒲郡へ来て十郎行き家と合体した。義縁とは、そも誰か。 今は人も忘れているが昔牛若を懐にした母常盤の手に引かれて敗戦の巷またを逃げさまよっていたあの三人の幼子の一人乙若なのであったつまり元九郎義経にとっては母も父も一つの実の兄である。 その音若は八丈の宮の暴漢として全く世人の記憶の外に生きていたが叔父幸家はいつかこの義縁とも密かに連絡を取っていたそして時は来ましたぞといよいよ誘い出したものである彼はここへ来ると源の義縁と名乗ったあなたも紛れなき義友殿のお子母こそ違え鎌倉殿のと弟君ですぞ 雪家はわざと義援を大将にあがめた。が、すべての気力は自分が立て、予定の切り取りをやり始めたのだ。遠江から尾張へ伸びてゆき、ついに身の境にまで威力を奮るい出した。街道のあぶれ者などいくらでも機械へ寄ってくる。平家の幸福人も少なくはない。雪家は得意になった。 このまま都へ攻め上りまず楽中を我が手に渋るにおいてはと野望もだんだん大きくなったところが前の月角俣の大河を隔て美濃平屋の彼方に初めて敵らしい敵の大軍を見たのであるそれなん、重平これ森を大将とする一万よきだった 退治しだしてからもう20日余り、敬兵を出して戦旗をうかがい合っているが、やだめし程度の小競り合いがあっただけで、双方満を持したまま、まだ合戦らしい合戦もなく過ぎてきたのであった。の私今 砂俣川を後ろに川の瀬から這い上がった男はあちかの岸にたたずみ袖や袴の裾を絞りながらほっと息を休めていたそしてまた柳津の御厨屋にある源氏型の陣地へ駆け出した雪家殿にはもうお休みか 男は作文の将兵にこう聞いて、俺は先の月から美濃の国へ紛れ入っていたお味方の長者だ。急いでお耳に入れたいことがあって立ち返ってきたのだが、おお泉太郎殿のご舎弟ですな。されば七郎丸義光だ。夜も更けたがすぐにお耳へ入れねばならん。雪入れ殿はお寝屋の方か。 まだお泊りのうちでにぎにぎと御酒盛りのご様子でまた酒盛りかゆうちょうないやよいのころ熊野衆の新手が大勢お味方のためはるばるこれへ着きましたのでその人々へおんねぎらいのための酒振る舞いでございまするお熊野の新手が着いたかそりゃあ幸先がいいでは通るぞ 七郎丸が人生を目当てにいくつもの爆者を見つつ行くうちに、作文の兵からもうそのことは坂森の座へ知らされていた。何七郎丸が戻ったと雪家はすでにしたたかよっていたがさすがに、さては異変かと、いを直して彼の姿を待った。やがて、七郎丸の口から清盛の死がここで格言された。座にいた面々は皆、ついに死んだか。 平家の凶木も倒れ去ったかと唾を飲んで白け渡ったしかし雪家の実は容易に信じない雪家の耳にはもう幾度となく入道危うしとか清盛死すとかいう風説が前々から入っていたその度後では誤報と分かってがっかりしたものである七郎丸の知らせにもまたかといった顔つきにならざるを得ない 彼は酔いのさまし存でもしたようにぶつくさ言った。何を見届けて確かとは言うぞ。清盛の病は初耳ではない。いや、病状のとやかくなら何もかくは慌ててお知らせには参りません。今日都より美濃へ着いた少々助盛卿も、鎧の下には模様のない小袖を着ておりました。助盛遊尊がついたのをその目で見届けたのか それだけならなお水量に過ぎると仰せられましょうが、夜に入っては、重平これ森有森卿など、仮の土壇の前に芸を手向けて、全軍の兵も共に愛なく様さえ見たのでござりまする。折伏し今宵は入道小国の初七日の木に当たるとか、七日目とな、少し雪家も信じてきて、とすれば、この月四日の死去となるが。 されは諸教のささやきにも四日と小耳に挟みました。全軍の悲しみ、人気のなえ方、ただごとにあらずと見て、砂股を渡ってこなたへ帰る途中にも、風の間に還元供養の根をすら耳にいたしまいた。もしお疑いであれば、さらに他の忍びを使わしてお見届けあるもよからんと存じまする。よもすがら平家の陣では、今宵還元へ行に明かしておることでございましょう。 もう疑う余地もない。今は雪家も事実を直視した。翌朝、雪家は鎌倉へ早馬を立てた。今こそなれ、早援軍を繰り出したまえと最後の催促をしてみたのである。五日待ち、十日待ったが沙汰はない。 かくてはあたら時を失おう。兵力や装備になお不足はあるが、もし単独で受落すれば、源氏の中心は必然頼朝から自分の手に移るだろう。義援は飾り物として立てておけばよい。作詞型の人間が陥る情動の通り、十郎雪家はうちにうずく事故の知略と野望にいつか陶酔していた。 考えうる戦略図のいくつかを頭の中に並べ我ながら天来の妙計と手を打つような一計を思いついたらしく「今日の君」と義援にはがった「川を隔てて陣旗を見るに敵は入道の死去に憂い沈み全く戦意も見られません 今なれば一押しに崩れ去るは必要ですが万全を期し川の上下を二手に分かれて攻め渡りましょう。君には今宵下流のあちかを兵四千を率いて対岸へお寄せください。それが某はやや早めに上流を迂回し敵の後ろへ出て今を突きまする。と同時に火の手を上げますゆえそれを合図にあちかの中の巣より一気にお渡しおれ。よろしい。 おぬかるな義縁は若い世間もよく見ていないし戦の経験もないのであるただ大いに勇んだ泉太郎重光兄弟や他の武将たちを皆頼もしい人々と見て共に武者震いして夜を待ち構えた。 雪家は、一志太郎光家、三郎雪宗、浅羽五郎、相良康政などの腹心に新手の熊野兵を加え、三千余、うずら野からずっと上流の継ぎ木の川幅狭い地点に出て、夕方のまだ薄明るい頃、敵地へ渡りかけていた。すると、この日の黄昏、 当の中将重平の舎で痕跡丸という男が主の相場村雨を引いて馬に草を刈りながらぶらりぶらり上流の岸辺を歩いていたそのうちに村雨がにわかに寒気を立てた石を蹴り縦紙を振り抜くのである 何か野獣の影でも見たのかと、口輪を握り詰めながら、何気なく川の彼方を見渡すと、今し、一陣の兵馬が、しぶきを煙らせて、川の巣から川の巣の間を争い渡してくるのだった。いや、あれは一時ぼんやり見ていたが、敵だと気がつくといきなり頭でもどやされたように、村雨の背へ飛び乗った。そして、味方の陣地の方へ、野面を切って駆け出していた。